スパルタカス、スパルタカス、スパルタクスは1960年のアメリカ映画。ハワードファストが執筆した、スパルタクスの反乱をテーマにした小説を、カーク・ダグラスが、自らの制作葬式、主演で描かした歴史スペクタクル映画。共和制ローマ時代のリビア鉱山。たくましい、トラキア人奴隷のスパルタカス。カーク・ダグラスは、倒れた奴隷を助けようとして衛兵に反抗し、 上地にの刑に処せられたが、鉱山に剣闘士の卵を探しに来た、剣闘士養成所主のバタイアタス、ピーター・ユスティノフに見出され、カプアにある彼の養成所に連れて行かれることとった。養成所にて、スパルタカスは、バタイアタスと剣闘士上がりの共感であるマーセラスに、目をつけられて幾度か屈辱を味わうが、そこで働く、女奴隷のバリニア、ジーム・シモンズとは、 お互いに好意を持つ仲となった。そんなある日、ローマの罰族派、オプティマティスの大物であるクラッサス、ローレンス・オリビエが養成所を訪れ、検討士同士の真剣試合を所望した。パタイアタスは、真剣試合が検討士たちに及ぼす悪影響を考えて断ったが、クラッサスは大金を積んで強要した。スパルタカスは、レティアリーの黒人検討士ドラバ、 ウディストロードと戦うことになり、激しい戦いのスエスパルタカスは剣を失い、ドラバにとどめを刺されるだけとなった。しかしドラバは、クラスサスらの命に従わず、とどめを刺すどころか、その槍で、クラスサスらに襲いかかったが、衛兵によって阻まれ、殺された。ドラバの死体は養成所内に、見せしめとして逆さずりにされた。その後、クラスサスは、接待に出た、バリニアを見染めて、 バタイアタスから購入する約束をして引き上げた。翌日、売られていく、バリニアの姿を目撃した、スパルタカスは、怒りに任せて、マーセラスに襲いかかり、他の剣闘士と協力して、マーセラスと衛兵を殺害した。その勢いのまま剣闘士たちは養成所を制圧。やがて、ベスビオ山中に立てこもって、他の奴隷たちを仲間に加えてその数は、急速に膨れ上がった。 その中に、ローマに向かう途中で逃げ出した、バリニアムを降り、スパルタカスと結ばれることになった。ローマでは、奴隷の反乱に対して、元老院の中で、クラッサスら抜属派と対立する、民衆派の大物、グラッカス、チャールズ・ロートーンは、クラッサスの親友グラブラスを焚きつけて、その仕切る、ローマ紙兵団によって、反乱鎮圧に向かわせ、同じ民衆派の仲間のジュリアス・シーザー、 ジョン・ギャビンをローマのルス兵団の司令官に任ずることに成功した。同じ頃クラッサスはシチリア人の青年奴隷で死銀を専門とするアントナイナス、トニー・カーティスを購入し、側に置こうとしたが、アントナイナスはスパルタカスのもとに逃亡し、クラブラスは相手が奴隷であると油断しており、スパルタカスは彼の兵団を奇襲攻撃で打ち破った。スパルタカスの指揮のもと、 反乱軍は、東方のキリキア海賊の船によって、イタリアから脱出するため、南イタリアのブリンディジ目指して南下した。これを阻止すべく、正規軍であるローマ軍団が投入されたが、今や、数万に膨れ上がったスパルタカスの反乱軍は、次から次へとそれらを打ち破った。敵対するクラスサスが、奴隷討伐軍の総司令官に任命されて、権力を握ることを恐れるグラッカスは、 海賊と共謀して、スパルタカスを安全に脱出させようとしたが果たせず、ついにクラスサスは、元老院によって、筆頭執政官権全軍総司令官に指名され、八個軍団を率いて、スパルタカスの討伐に向かうこととなった。スパルタカスの軍勢は、ブリンディジの手前まで到着していたが、キリキア海賊はクラスサスによって買収されて、撤収してしまった。さらに、 スペインからポンペイウス、昭和ジアからはの軍団がクラスサスの増援として到着していた。絶望的な状況の中スパルタカスはローマに進撃してクラスサスの主力を打ち破ることに行ってこの戦争を一気に終結させることを決意する。クラスサスはバタイアタスを陣中に留め置きスパルタカスを生死を問わず見つけ出すように命じた。決戦はポンペイウスと ルクルスの増援もあって、反乱軍の完全な敗北に終わり、スパルタカスを含めわずか数千人が生き残っただけだった。クラッサスはスパルタカスを差し出せば、他の奴隷の命は助けると約束したが、奴隷たちは幾度音に自分こそがスパルタカスであると名乗り出る。その結果、全員がアッピア街道沿いに貼り付けにされることになった。その途中、クラッサスは、 かつてのバタイアタスの養成所でまみえたスパルタカスの顔を思い出しアントナイナスと共に二人を貼り付けの列の最後に止めることにした。クラスサスは生まれたばかりのスパルタカスの息子と共にバリニアを見つけ自分の手元に置いたがその心をつかむことはできなかった。クラスサスを憎むグラッカスに依頼されたバタイアタスはバリニアを密かに連れ出したが グラッカスはクラッサスの命を受けたシーザーに逮捕され、ローマ追放を宣告された。一方クラッサスは、ローマの場外で、アントナイナスとスパルタカスの二人に真剣試合をさせ、勝者は貼り付けにすると命じた。お互いを貼り付けにしたくない二人は、必死に戦い、やがて、スパルタカスは勝利し、貼り付けにされた。清掃に敗れたグラッカスは、自害を決意したが、 その直前バリニアとその子供を自由人にする書を作成しバタイアタスに託した。バタイアタスはバリニアを連れてローマ城外に脱出したが城門の外に貼り付けにされたスパルタカスを見つけた。バリニアは息子を抱いて馬車を降りてスパルタカスの元に駆け寄り息子は自由になったと伝えた。スパルタカスは静かに頷きやがて息を引き取った。バリニアは バタイアタスにせかされて馬車に戻り、去っていった。2015年10月21日発売のユニバーサル思い出の復刻版ブルーレイとスチールブック仕様ブルーレイには、フジテレビ版の吹き替えを併録。本作はもともとアンソニー・マン監督でクランクインしていたが、カーク・ダグラスとの衝突により降板したため、当時まだ無名だったスタンリー・キューブリックが呼び寄せられた。 万円出によるシークエンスは、現行本編冒頭に残っている。これは制作者、カーク・ダグラスが、大物俳優であったことにより、キューブリックの思惑通りになかなかことが進まなかった、ことが理由とされている。ただし近年までの本作品の評価は、一般的、非評価的にも、高評価であり、キューブリック本人の自作否定と反して、監督本人のキャリアを汚すものではない。 もっとも、スパルタカストもあろうものが、ローマ軍の捕虜となる筋書きには批判もある。キューブリックは不満のあったダルトントランボの脚本を現場で書き換え、撮影終了後、脚本家クレジットの問題が持ち上がった際、キューブリックが自分の名前を表記するよう主張た。最終的にクレジットはトランボのものとなったが、この作品では、ピーター・ユスティヌフも、 脚本の手直しを行い、またキューブリックも旧知のカルダー・ウィリンガムに戦闘シーン執筆を依頼している。一方、元の脚本を書き直されたトランボは制作現場から締め出され、撮影終了後予約フィルムを見て修正案を提出、戦闘シーンが取り直された。初公開時に削除された一部シークエンスが1991年に修復された。 復元された削除シーンはクラスサスとアントナイナスが小浴場で入浴するシーン。香油によるマッサージやベール越しの撮影で妖艶さを増していた。会話もカキやカ牛など食のモラルに関するものだが同性愛に対するモラルを暗示するものが含まれていた。音声素材が消失しており、またローレンス・オリビエは1989年に死去していたので、 彼に、ゆかりのあるアンソニー・ホップキンスがセリフを吹き替えた。カーティスは、ドキュメンタリー映画、セルロイド・クローゼットの中で、この場面、オリビエが入浴する場面で、トニー・カーティスが演じる奴隷との絡みがある場面が、ホモセシュアルを匂わせるために削除されたことを明らかに、している。かつて赤狩りで追放歴のあるダルトント・ランボ、ハリウッド県の一人が13年ぶりに、 実名で脚本を担当したことから、公開当時は、右派や軍人を中心に、避難や上映反対運動が起こった。これに対し、ジョン・カイ・ケネディ大統領、当時が、事前通知なしで劇場を訪れて、同作品を鑑賞し、好意的な感想を述べたことで、大ヒットにつながった。2010年8月、映画の公開50周年と、音楽の作曲者、 アレックス・ノースの生誕100周年を記念してサントラ CD の完全版が発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。